今日はガブガブとトマトと自己ベーコンでモカ盛りを作ります。材料は自己ベーコン、アボカド、トマト、レモンです。自己ベーコン、吊るしベーコンはこのように切っていきます。今日使うベーコンはサイコロ状に切った自己ベーコンです。アボカド、このまま容器に切り目を入れて、ちゅるん、とまな板が汚れません。こちらもトマト、アボカドと同じぐらいの大きさに切ります。切り方は自由です。トマトの大きさによっては2分の1個でもいいと思います。ここにアボカドとトマトに自己ベーコンで、レモン汁をお塩をひとつまみ、ペッパー、お好みでオリーブオイルをかけるとさらに美味しくなります。食べるときに軽く混ぜて食べてください。